ッシュ。皆さんこんにちは、アンリッシュのゆうかです。このチャンネルではですね、病気障害を持つお子さんの子育てに関して役立つ情報だったり、私自身の体験談っていうのを発信しています。で、今日のテーマは、私自身が訪問看護師さんにお願いしていた3つのことと訪問スケジュールについてお話ししていきます。それでは始めていきましょう。はい。でね、そもそもね、訪問看護ステーション、訪問看護師さんっていう言葉を初めて聞く方もいるんじゃないかなと思います。で、訪問看護師さんっていうのは、文字の通り、もうお家に訪問して、いろいろな医療処置だったりをしてくれる看護師さんのことです。で、我が家の場合は、一番多い時で週6日で1日90分来てもらってました。毎日1時間半来てくれて、なおちゃんのお世話をしてくれるっていう感じですね。で、90分ってどうですか？長いなって思いました？それとも結構短いなって思いました？私はね、全然足りなかったんですよ、この90分。っていうのも、うちの子みたいに医療的ケアがあったりだとか、こう外出が難しい子供だったりとかすると、その1日の外出時間とか、子供と別部屋で過ごせるのが、この訪問看護師さんが来てる時間だけっていうね、家庭ね、実はいっぱいあるんですよ。で、私自身もそうで、24時間の1日の中で外に出れたり、なおと離れてお部屋を分けて過ごせるのは24時間中この1時間半だけだったっていうね、期間が1年半ぐらいか2年間ぐらいありましてですね、90分って、ちょっとお洗濯するとか、なんか家事するとかには十分かもしれないけど、やっぱりちょっとこう息抜きのために外出するとか、お友達とおしゃべりするとか、なんかそういうの、そういうために使うには短すぎるじゃないですか。なので、この訪問看護師さんの90分をいかに上手に使うのかっていうのは、お母さんというか、もうひいては家族のこう生活をどううまく回していくのかっていうのに、すっごくね、重要な要素になってきます。はい。で、まずですね、私が訪問看護師さんに主にお願いしていたことはこの3つになります。1つは、まず娘の健康管理だったり、専門的な医療的ケアをお願いする。で、2つ目は、医療的ケアではないんだけれども、ちょっと私自身が大変だな、ストレスだなって思うことを代わりにやってもらう。で、3つ目はお留守番。このね、3つを私はね、主に訪問看護師さんにお願いしていました。ちょっとね、一つずつ簡単に解説していきたいと思います。まずこの1番目の健康管理、専門的な医療的ケアっていうのは、皆さん一番ね、イメージつくかなと思います。で、うちの子の場合とかも、もう体調が日々変化するので、月一の診察とかね、ですね、そういうのじゃもう娘の体調管理追っつかないんですよね。やっぱりこう毎日毎日しっかりこう娘のバイタルチェックとかをして、こう細かな数字とかを改善していかないと、なかなか健康状態が保てない、そもそも子供でした。なので、そこの部分をね、毎回訪問看護師さんが来たら必ず娘のバイタルチェック、呼吸状態、体温、酸素状態、便の様子とかを全部こう一通りチェックしてくれて、あ、なおちゃんいつもと変わりないですねとか、便が2日出てないけど何かあったんですかとかね、そういう体調管理をしてもらっていました。それがね、やっぱりすごく私の毎日の生活の安心にね、つながってたと思います。で、あとはそのやっぱりこう医療的ケア、もちろん私自身でもできるんだけれども、やっぱり専門的なね、処置をこうしっかりお願いして、そこの部分をね、こう一緒にやってもらってました。これはね、ザ訪問看護の仕事って感じですよね。はい。で、2つ目、ママがちょっと大変だと感じるお世話。で、これはうちの場合は、お風呂とリハビリでした。うちの娘は、首が座ってなかったりとか、経管栄養をしていたりとかしていたので、ちょっとね、こうお風呂に入れるのにコツが必要だったんですね。私一人が毎日娘のお風呂をやるっていうのは、結構負担が大きかったし、結構こう一緒に入るとかになると、こう私自身がゆっくりお風呂に入れないとか、そういうことがあったので、もうこのお風呂、なおのお風呂はもう訪問看護師さんに全お任せしてました。
あとはそのリハビリですね。首座りの練習とか座る練習とか、まあ、呼吸のリハビリとか、まあ、こういうのも、まあ、そのとかちょっとこう遊んでもらう、音で遊んでもらうとかも、あの医療的処置じゃないんだけれども、毎日私がやらないといけないと思うとストレスになってたので、ここの部分を、訪問看護師さんに、ね、お願いしてもらってました。で最後3つ目ですね。3つ目、お留守番です。もう私は訪問看護頼む時に一番の理由はこれでした。もう私自身の外出時間を作りたいっていう気持ちがすごく大きかったですね。まあ、外出って言っても本当に買い物とか銀行とか郵便局とか市役所とか、もう本当にそういうこう絶対外出しなきゃいけない用事ですら、まあ、用事のために、最低限の用事のためにもう来てもらってたって感じですね、うん、はい、まあ、こんな感じでですね、私は主にこの3つのこと、健康管理や専門的な医療的ケアで、ママがちょっと大変だと感じているお世話で、お留守番、この3つをですね、まあ、主に訪問看護師さんにお願いをしていました。じゃあね、我が家の90分の医療的ケアのスケジュールをちょっとね再現していきたいと思います。まず15時半になったら訪問看護師さんが来てくれます。まあ、大体ね15時半のこう数分前ぐらいにピンポーンってチャイムが鳴って、まるまる訪問看護ステーションですって言って、あどうぞって言ってお家に上がってもらいます。で上がってもらったら、まあちょっとこう手洗いとかしてもらって、あなおちゃん今日はどうかなって言って、半から訪問スタートです。でまずスタートはもうバイタルチェック、まあ、体温や呼吸状態をこうチェックしながら、まあ、前日からのね体調の変化を共有します、私と一緒に。まあ、大体ここが5分から10分ぐらい、昨日の夜娘こうでした、だからこうしてくださいみたいなことをここで打ち合わせます。はい。で大体それが15分ぐらいで終わって、15時45分からうちの場合はまずね浣腸と吸入をしてもらってました。でこれはお風呂の準備の一環で、まあ、お風呂の前に、しっかり浣腸して便を出して、でちょっと吸入してこう呼吸を楽にしてお風呂に行こうねっていうところで、ここの処置をお願いしてました。でまあ大体16時ぐらいからお風呂に娘は行きます。でまあ、うちの場合はですね、お風呂の、脱衣所にベビーバスを置いて、そこでお風呂をやってくれてました。そうそう、だから看護師さんはその浣腸とか吸入とかをこうなおちゃんのお世話しながらお風呂の準備もね同時にしてくれるんですよ。なんでもう私がお風呂の準備とかしなくても、なおちゃん先生がなおちゃん浣腸するねって浣腸して、ちょっとなおちゃんがこう便出るまでの間タタタタタって言って、なおちゃんの着替えとかもね全部準備してくれて、じゃあもう16時になったらじゃあなおちゃんお風呂行こうねって連れて出てくれる。でうちの娘はこうもう本当にお風呂好きな子供でですね、訪問看護師さんと一緒にポカポカお風呂を楽しく入るっていう感じでしたね。で大体16時20分ぐらいになったらお風呂から上がってきます。でまたこうお風呂から上がってきたら、まあ、全身にボディクリームを塗るとかから始まって、まあ、その胃ろうの処置であったり、まあ、お薬を入れてもらうなどの、まあ、また医療的ケア、専門的な医療的ケアをここで結構ダーッとお願いをしてましたね、うん、お風呂上がりに医療的ケアを30分ぐらいやってもらって、16時45分から遊びの時間ということでリハビリをやってもらってました。でよくリハビリ用の椅子に座らせてくれたりだとか、まあ、呼吸状態が悪い時は結構専門的な機械を使いながらここで呼吸リハをしてくれたりっていう形で娘と遊びながらリハビリをやってもらってました。で17時になったら訪問終了です。で私もこの時間結構外出させてもらってるので、17時までにはお家に帰ってきて、訪問看護師さんにありがとうございましたって言って、なおちゃん今日こうでしたって一言二言聞いて、じゃあ帰りますって言って帰るっていう感じの生活を送ってました。はい。でうちはねこんな感じで1時間半訪問看護師さんにいろんなことをねお願いしていました。で結構今のスケジュール聞いてなんか結構キツキツじゃんって思った方いるかもしれないんですけど、
もう本当にキツキツで、本当はねもっといろんなことをお願いしたかったんですよ、訪問看護師さんに。うちの子の場合はもう医療的ケアだけで結構90分かかっちゃうような子だったので、なんだろう、医療的ケアもお願いしたいし、リハビリもお願いしたいしっていう感じでね、とてもとてもこう本来はもう90分じゃ足りないぐらいだから、もう本当にこう厳選したケアをお願いしていましたね。はい、ここまで見ていただいてありがとうございました。今日はねすごいざっくりではあったんですけれども、私が訪問看護師さんにお願いしていた3つのことと、訪問スケジュールをご紹介させていただきました。ぜひね参考にしていただけると嬉しいです。ではですね、このチャンネル、こんな形で病気障害を持つ子の子育てに関して役立つ情報だったり体験談っていうのをお伝えしています。ぜひですね、いいなと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。